マクムクツバイブ、エシックスと刻印された、イタリアの高価トレント自治権カバレーゼにある、マクムキシックスセブンィーニ e f と刻まれた日、時計ファシスト歴は、ファシスト党政権時代のイタリア王国において、使用されていた、記念砲。ローマ神軍、より正確には1922年10月29日の、ベニートムッソリーニの首相就任が、ファシスト歴のツ日目となる。 この暦は1926年に導入され、1927年に公式のものとなった。略称は AF で、これはアンノファセスタの頭文字を取ったものである。フランス革命歴の影響を受けて作られた。ファシスト歴の日付表記は、グレゴリオ歴の日付とそれに対応するローマ数字表記のファシスト歴という構成で書かれることが多く、 ファシスト等によるプロパガンダの一環として、古代ローマの図像が流用された。ファシスト歴は、アンロジックスやエージックス、または e f と表記される場合がある。この小読みは、イタリアの公共生活において、ブルジョアのグレゴリオ歴から置き換えられることを意図しており、1939年には、新聞は元日について書くことを禁止されていた。 A7EF と刻まれたマルケルス劇場の飾り板とタバカンのモニュメントローマ新軍から10周年にあたるファシスト歴10年は古代ローマの祭りディセンリアを想起させるディセネールという名で呼ばれていたこの年のファシスト党によるプロパガンダの目玉はファシスト革命の展示であった当時の日本の文書にもファシスト歴は見られ例として1940年9月27日に 調印された日本国、ドイツ国及びイタリー国間三国条約の末日には昭和15年9月27日すなわち1940年ファシスト暦18年9月27日ベルリンによって本書3通を作成すと記されている。1943年のファシスト党政権の崩壊によりファシスト歴はイタリアの大部分で廃止されたが 1945年4月のムッソリーニの島でイタリア社会共和国では使用され続けた。現在でもイタリアの多くの記念碑にはファシスト歴の日付が残されている。エドガルド・バルディ、アルド・サーキアリー、エンサクロ・ペドジャ・モデルナ・イタリアーナ、P1306、アドリアーノ・カペーリー、クロノ・ロフィア、クロノ・グロフィア、イーカレンダー・リオ・ペルペートを、ホープライ、 1998p131 マシュー・ニールローマエイヒストリー・イン・セブン・サ・キングスサイモン・シュスター 2018p296 フィリップ・ V カニストラロムッソリーニエス・カルチュラル・レボリューションファシスト・ア・ナショナリストインロジャー・アグリフィンマシュー・フェルドマンエズファシズムファシズム・カルチャー・イン・ファシズムクリティカル・コンセプト・イン・ポリティカル・サイエンスさん 194、ISBN041529018、X ハットキャサリン・イーポール、ファシストディレクティブ、エズラ・パウンド・アンド・イタリアン・カルチュラル・ナショナリズム、2016、ISBN9 兆7819億4295万4057、P114、シモネッタ・ファラスカ・カザンポニ、ファシスト・スペクタクル、ザ・エスセティクス・オブ・パワー・イン・ムソリーニ、S ・イタリー、2000、 ISBN 0 5 2 0 2 2 6 7 7 1 p 1 0 5ット t b ペインター、ムッソリーニスローマリビルディングザ・エターナルシティ ISBN 14億397万 69102016P26 漢方1940年10月21日パオロモネリムッソリーニアンインティメートライフ 1953P288 ありがとうございます